瀬戸康史のゲーム実況。はい、どうもこんにちは、瀬戸康史のゲーム実況チャンネルへようこそ。イエーイ。ついにやってまいりました、5月29日発売の任天堂のソフト、じゃん、マリオカート8が届きました。イエーイ。そしてオリジナル特製トランプ、マリオバージョンも届きました。イエーイ。これ開封動画はね、あのミニ動画の、瀬戸康史のミニ動画の方に載っけておきます。リンクをね、見たい方は見てください。ちょっとしたね、開封動画です。はい、というわけで今回からいきますよ、マリオカート8、画面見てください。その前に、今日のお相手はしずえさんです。こんにちは。はい、このね、マリオカート8の実況もね、どういう風にやっていこうかっていうのは何にも決めてないです。多分まあ、ストーリーを進めていくっていうようなものではないので、一応単発的な感じでね、今日はこのレースやりますとか、今日はキノコカップやりますとか、そういう感じでやっていくんじゃないかなと思います。全然面白くなかったら、こういうことないと思うけれども、マリオカート8が全然面白くなかったらやめます。瀬戸康史の私のね、ゲーム実況動画初めて見た方はですね、よかったらマリオ 3D ワールド実況っていうのもあるのでね、そちらの方もよかったら見てみてください。今ね、ワールド7まで行ってますんでね、よかったら見てみてね。それでは行きましょうか、瀬戸康史の動画。行きますよ。なんか「チップイン成功イエイ」とか書いてあるけど、デパートになったのはいいですが、服が無駄に高い。何の話ですかね。始めますよ、初めての立ち上げです。来たぞ、しずえさん。ちょっとこれね、何も押さずに待ってよ。うわー、新作ですよ。お、揺らめいておるけど。来ましたね。お、シンプルな画面でございますな。確かに。何？シンプルだよな。なんか「マリオカートアイズ!」みたいな、みんな走ってるみたいな、こういう感じじゃないね。これで終わり。一人で、みんなで、インターネット一人で、これ多分ネット対戦ってことだね。今回は俺しずえさんと一緒にやろうと思うので、そのうちやります。おお、この宇宙服着たキノコ、かわいいよ。これかわいいっすね。インターネット二人で、かわいい青木の病もいますね。で、マリオカート TV、これはね、確かね、みんなの走ったリプレイ動画とかを見る場所だそうです。うん、まあこれもそのうちおいおいやっていきましょう。とりあえずみんなでやりましょう。うわリアル、超リアルだ。なんか右の画面がグランプリ VS レース風船バトル。これ風船バトルはね、風船ぶつけて3個割れたら負けってやつだね。これもちょっとやってみたいよね。 VS レースっていうのは2人だけで、敵もいいのか。いや、1対1じゃない。でもグランプリでいいよ。うん、グランプリやってみようか。とりあえずグランプリ優勝を目指して4レースっていうやつやってみようと思います。うわー、50と100と150。あ、いきなりもう全部できるんだ。とりあえず50でいいんじゃないかな。50からいく。とりあえず50でいいんじゃない。Okay、いや、どうかな、いきなりちょっと100ぐらいいっとく。100でいいんじゃないかな。お、100でいいんじゃないかな宣言出ましたね。ちょっと敵弱すぎるとあれだからね。そう、100いきましょうか。我々はマリオカート経験者ですから、ゲーセンでもやったことありますし、ありますしね。しずえさん、ちなみにマリオカート歴はどれぐらいですか。自信はめちゃくちゃあります。出ました。めちゃくちゃありますということです。ではいきましょう。じゃあ 100cc いくよ。嘘で嘘とか言って保険かけてますね。いや、いつものゲームよりかはマシかな。ああそうだね、うん、でこれは何。あ、しずえさんが入りましたね。でこれキャラクター選ぶんだ。あー、でも俺今マリオがかぶっちゃってるから、とりあえず分かりやすく俺マリオにした方がいいのか。なんか赤ちゃんいるよ。赤ちゃんもいるよ。ベビーマリオ、ベビールイージ、これ何、能力がなんか違うのかね。クッパ、これキャラクター選んでから、これタイムラグがあるね、ちょっとね。ドンキーコング、ワリオね、ワルイージなんかいるんだ。デイジー、ちょっとどうしようかな。まあ、キノピオにしようかな。じゃあいつものマリオ実況のね、分かりやすいようにマリオとキノピオでいきます。ドキドキ。おー、ドキドキ。お、選べるよ。お、
マシーンが選べますね。 3DS の時と一緒じゃない。 3DS 僕やったことないんですけど、選べる。これなんか能力違うの？あ、なんかね、公式動画で見たわ。バイクとかだとこのコーナリングがすごいとか。へー。で、そのタイヤがでかいさ、やつだとその砂のとこでもゴーゴー行くとかさ、このタイヤね。あ、でもわかんねえな、これどれがいいのか。とりあえずかっこいいの選んどけばいいんじゃないの。ちょっとかっこいいのするわ、とりあえず。おろ、この超かっこいいのしよう、このこれ。あ、俺超かっこいいのするわ。あー、でもこれなんか扱いにくい車だったらどうしようか。ちょっと待って、かぶってるじゃん。あ、じゃあ俺ノーマルでいいよ。で、私も初めはノーマルでしょ。ノーマルで行こうかな、初めは。じゃあ行きましょう。さあ来るぞ。お、いろいろカップがあるけれども、キノコとコーラが出てますね。とりあえず今回はキノコカップやりましょう。キノコカップやってたのに動画一本終わりかな。なんだ笑っててなんだ。いきますよ。じゃあ行きましょう。4つの操作方法知らないけど、操作方法なんとなくなんとなくやります。なんとなくやりますよ。いきます。うお、楽しい。まあこの1戦目でね、2人の実力がどれぐらいのものかっていうのが分かりますよね。まあ最初のコース簡単だろうな。この下のこのロード画面かわいいよね。来た。ちょっとこうキャンセルせずにこれ見よう。うわ、これ上にこんなになってる。一番ノーマルか、これ。これ最初のステージ、これこれちょっと無理じゃね。お、俺左ね。 B と A どっちだよね。どこで押すんだっけ。 A。 バックした、やばい。 Y だ、 Y。 ジャンプが LR ね。お、押せこいつら、押せこいつら。あ、アイテム取れてない。あー、なんだなんだ、なんかぶつかった。あー、キノコ、アイテムどうやって使うんだ、アイテム。あれ、アイテムどうやって使うんだ。 B。 あー、左の、あ、落ちた。 Z、 落ちた。左のランクか、左のランクだ。ほらー、あー、やべ、あ、落ちた。え、これ落ちちゃダメなの。もう落ちた。ほらー、ちょっとね、これコースかなり複雑なんだけど、ちょっとこれ見にくい。なんか左右に分かれてるから見にくいよね、これ画面が。おらー、アイテム取ってー、書いとか出た、書いとか。てい、しずさんどこだ。1位。え、1位なの。はい。え、しずさん1位。はい。ちょっと待って、ちょっと待って、しずさんの影しかねえな。ただいま瀬戸康史が3位です。瀬戸康史が3位で、1位のしずえさんを追いかけてます。あ、瀬戸康史2位になりました。2位になりました。しずえがいました。はい、コーラピューンピューン、はい、プーン。コーラ投げるときプーンって言わなかったのかな。あ、しずえさん発見しました。しずえさん、あー、なんだ、やめてやめて。あ、なんだ、パックフラワー、パックフラワー出てるけど俺真っ黒で見えない。うわー、追い抜かれた。追い抜いた。え、何、めちゃくちゃ追い抜かれた。うわっ、うわっ、ちょ、え、なんで追い抜かれたっつったじゃん今。へへへ、じゃねえよ。あ、なんかタイヤが変わってる、タイヤが。あ、俺4位だ今。5位。え、コインなんかいらねえし。ちょ、左のスピード、俺うるせえな。俺の解説。あー、バナナ、やばい。3周目だ。え、俺4位。しずさん1位だ。やばい、これは逃げ切るよ。あー、これドリフトダッシュとかして、ドリフトダッシュとか。あ、1位ガメ来た。あ、そうか、後ろから飛ばせるね。なんか今回はその後ろから来る1位のコーラ、うん、あれをガードできるアイテムもあるらしい。え、抜かされた。やった、俺1位だ。あー、抜かれて1位。自然発見しました。自然キノピオを発見しました。自然やってみました。え、もうゴール。あ、ゴール。え、いつ。ゴールどこ。おらー、あー、後ろ行ってる。もうちょっとだった。もうちょっとで追い抜けました。次行こう。うん、俺もうちょっとで行けたっつったら、うん、次行こう。うわ、しずえさんめっちゃドヤ顔してんですけど。12人いるんだ。うん、
じゃあ12今までのマリオ 3D ワールドのだってプレイはひどいもんじゃないですか。キノピオさん今もういよいよ、はい次行こう。はい次行こう。はい。いや面白かったねこのコース。面白い、難しい。なんか途中でタイヤがさ横になってさ浮いてウィーンみたいなのもあったしさ、一回ハイライト見ていい？へー、一回ちょっと軽くね、どんなのか見てみたいよね。マリオカート8がどんなソフトなのか。おー、2人ともバックしてる感じ。これ何なのこのハイライト。あ、ちょっと待って、ハイライト、これは誰と誰が見える。あ、これ俺だ。あ、俺とキノピオを交互に映してくれる。おー、かっこいいじゃん。え、頭赤のキノピオ。え、ハイライト短くね。ハイライト短、もっと長いのかと思った。この余裕、この余裕ですよ。あ、これがハイライトね。結構短いんだね、ハイライト。これがハイライトでございます。だいたい30秒ぐらいだね、ハイライト。次のライトでいきましょう。いや、いいね、面白いね。なんか一番初めのコースなのに落ちるっていうのな。次、キノコカップウォーターパークでございます。サブコース、コースターって書いてるよ。うわー、なんか楽しそうなコースですな。いきます、ダッシュするよ。ここでしょ、今のタイミングでしょ。あー、なんでこれどこのタイミングで押せば早いんだっけ。これゲームによって違う。え、マジで。もうちょっと待って、今度こそは勝つ。お、出ました、出ました。どんなコース。お、海に入りましたね、海に入りました。俺パックンフラワー連れてるからね、近くに来たやつもう全部噛む。あれ、お、くそ。静江さん1位、ただいま瀬戸康史3位です。瀬戸康史3位です。速報です。はい、あー甲羅か。これ甲羅を手に持ったまま走ってる。あー当たんねえよな。はい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 、海の中気持ちいいコースですね。なんかみんな敵怖いな。さすが 100cc。 お、キノコ見つけました。はい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 、後ろからスターのやつが来てるってことかな。俺の画面の下にスターが書いてあるんだけど、スターのやつが来てるってことかな。よし、静江さん1位です。静江さんはなんか言いたいことあったら言ってくださいね。実況今なんかこのアイテム持ってますとか、今1位ですとかね。私はさっきからずっと1位が多いからいいアイテムが出ないね。出たこの余裕。いいアイテム、1位のやつはね、いいアイテム出ないんだよね。さっきから経験したのはバナナと緑ガメとコインだけ。いや、赤コーラ欲しいんだよ俺。赤コーラ俺ね、4位から上がれねえんだもん。上にこのクッパになんかぶつけてくるしさ、これショートカットとかねえのかな。もう実力でいくしかないな。あ、生き残ろう。あ、行くよ。え、もうラストラストです。さあ、ここから瀬戸康史の逆転劇が始まります。1位の静江さんでいきますよ。これも今までちょっと口をふざけただけだから、ちょっとふざけただけだな、うん、今から本気、今から本気です。この1周本気出すんで。へえ、怖っ。怖っ。はい、ここから重力、重力ね、重力になっていきます。このライン、この青いライン踏むと重力なの。これ重力なのっていうか、重力なの。おー、クッパが体当たりしてくるんだけど。なんかさ、これクッパに当たると弾かれんだけど。あー、砂とか入っちゃった、砂とか入っちゃったって。ごめんなさい、ごめんなさい。なんかさ、コース、うん、コースは何、自分がよし押したな。自分が押したね。なんかさ、自分が相手との間がどれぐらい開いてるかっていう表がない。表がない。え、そんなのあんの。いつもこうコースが、あーコースがな。これ2人の時出ないんじゃない、わかんないけど。まあそれ置いといて、瀬戸さんちょっと落ちましたね。キノピオ1位。まあつうかさ、ちょっと2位のやつキノピコって何。聞いたことない。キノピコっているんだ。つうか、あれの方が可愛くない。いや、あ、キノピコあれだ、女版のキノピオだ。うん、ピーチみたいなもん。かわいいじゃん、キノピコ。うわー、俺キノピコに抜かれたな。はい、面白いコースでした。このあと2レースあるから、ワンダーラン。ちょっとこれもハイライト一瞬見て。ちょっと俺ね、相手の走りどうなのか見れてないから。
はい、1位のキノピオさん、いいね、いいね、おかっこいいね、おい、アクロバティックなことしてんね。はい、これ俺です。うーん、いいね、いいね、ハイライトかっこいいよ。そいつが活躍したところが出るってことなのかな。そんなことないか。何基準なんだよこれ。カメラ置いてるところ、ハイライト面白いよ。短くてね、毎回見れるぐらい。じゃあ次のレースいきましょう。ちょ、これリメイクって何。あー、注目ドライバーを、これマリオとキノピオ注目してくださいよ。あとは30秒ぐらいに優先するもの、あ、やられたところとか、あ、ちょっとやられたところで見ていく。で、時間も決められるんだ。30秒、30秒にして、で、これで OK にしてみようか。こう面白そうじゃん。で、ハイライトリメイクしてます。みんながやられたところ、2人が、あ、俺ですね、これね。で、静江さん、これ静江さんが、お、キノピコ俺がやられたとこね。あ、ほら俺ねあ、しでさんやられたとこ。やられてねえじゃん、やられてねえじゃんなんだよこれ、なんでやられてねえじゃん。ちょっと45秒にしていい。ハイライトのメイクで、ちょ、30秒短いよね。ちょ、これ60秒までいけるんだ。ちょ、60にしていい。60で2人のやられたところをハイライトしてもらいます。いや、これ面白いよ、このハイライト機能。出た、これね、これが走れなかったところね。これ、しずえさん、やられたところ、バナナ。何これ、さっきと一緒。ちょっと抜かれただけ。抜かれたところか。これね、これでしょ。しずえさんがやられた、もう何これ、ドリフト決めてるところが。何これ、あー、真っ黒になってる、真っ黒になってる。真っ黒になってるね、俺は。はいはいはい。おー、危ない危ない、避けてる、避けてる。華麗にやられてる。はい、これもちろんやられたところでハイライト見ると面白いよ。マリオばっかり、マリオばっかりマリオばっかりだよこれ。だってキノピオでやられてねえじゃん。全然やられてない。もうこれでゴールだな。これで、これでゴールだね。はい、わかりましたということで、ハイライトね、やられたところっていうので作ってみると面白いよねっていう話でした。それでは次のレースいきましょう。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、よろしくお願いします。